はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、安でございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病になってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、昨日のね、通院の話なんですけどもね、内科、眼科、歯医者のね、この3つを受診しまして、まず今日はですね、そのインパクトの強かったね、歯医者の話をね、していきます。で、今回の歯医者はですね、代わりの先生、いつもとは違う代わりの先生にやってもらったんですよ。でもその先生というのは、以前にもね、やってもらったことある男の先生で、最初はね、前回のこともあったんで、それなりにやってくれたんで、身を任せようと思ってたんですよ。ほんで診察台に座って、で最初の問診の時にですね、先日に折れたこっちのね、こっちの、ね、奥歯の折れた歯のことをね、話すとですね、ああそこはね、以前に治療した詰め物が取れたんですねって言われたんですけども、いやいやそうじゃなくて、詰めてるのは詰まったままでですね、自分の歯が折れたんですって言い返したら、とりあえず口の中を見せることになって、見せた途端に先生がね、ああ虫歯になってちょっとそこで割れた感じですね、そんな甘いものが好きなんですかって言われた瞬間にね、いや好きやけど、そんなことが理由で虫歯になってるわけちゃうねん、そんなことみたいなことになるんじゃないやろ、お前顔で見てんのかこれこらって言ってないですけど、免疫抑制剤で、あの薬は血糖値上がりますからね、体に影響しますからねって感じでね、尻すぼみするようなものの言い方でね、さらっと流される感があってね。では今日もね、右上奥歯の続きをやっていきます。前回の治療したところまで見たところですね、歯を残して再構築していけそうなので、そのまま虫歯の部分を削って、残った歯をそのまま残して進めていきます。それでもまた神経が残っててね、麻酔しながらするので、まずはその麻酔から始めますねという感じでね、相変わらず説明は丁寧にしてくれるので、どこが安心してしまうんでね、そのまま身を任せてね、麻酔から始まりました。そこでね、その前々回かな、今回やってくれた先生が担当してくれた時の動画の話でしたと思うんですけども、その麻酔の注射を刺す前にですね、指先でね、グリ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 とね、歯茎をマッサージしてくれたっていう話をね、皆さん覚えてらっしゃいますでしょうかね。あれのおかげでね、その痛みがなくてね、麻酔の注射を済ませれたんですけども、今回ね、先生が言い放ったことをね、僕はね、聞き逃さなかったんですよ。先生が指でこうマッサージしてくれながらね、麻酔をする前の麻酔の薬を塗っていきますねと言ったんですよ。前回は言わなかったのか、聞き逃してしまったのかがね、ちょっと分からなかったんですけども、今回もね、なんとね、無痛麻酔でした。すごかったですよ。ほんで麻酔が効くまでに先生がね、今日は時間に余裕がありますか、ちょっとここをね、早めに進めていきたいんでと言われてね、了承してね、治療が始まったんです。で、とりあえずね、そのドリルでね、その蓋をね、仮蓋をね、ガーって削りながら開けなダメなんですよ。で、開けてもらったら中に入ってる綿を取り出して、で、あとはそのね、空洞になってるから、でまたその虫歯を削るんですけども、で、その削ったところで、神経の穴が出てくるんで、その神経の穴にねじれた針金をね、こうガーって突っ込んでってして、神経組織をね、こそぎ取ってもらうというね、作業がこれから始まるんですけども、それがまたね、奥歯なもんでね、で先生の手が大きいからね、届きにくくて、入りにくくてね、でそのため口をガーって大きく開けないとあかんからね、すごいしんどいんですよ。でもそれに察してくれる先生はね、何回も休憩をくれて、時間をかけて丁寧にゆっくりやってくれました。で結局ね、あれ1時間ぐらいねやってくれたんですけどもね、途中からね、なんかね、めっちゃくちゃ眠たなってきてね、もう僕ね、歯医者でね、寝そうになったのはね、生まれて初めてやったんですよ。で口当ててしんどいし、ドリルでね、こうガーって削られてる振動もあるからね、普通は寝れないじゃないですか。決して心地いいわけじゃないし、口の中に手突っ込まれている以上はね、むしろ不快感しかないわけですよ。それやのに内科と眼科に行った後のね、歯医者やったんで、疲れてたのかもしれないんですけども、こううっすらね、夢を見るようになって、もうあの気を緩めたらね、寝言をね、叫びそうになったんですよ。今までの先生ならね、そんなことになるようなことはなかったんでね、今
はほんま不思議でしゃあなかったですわ。ほんでまあね、神経を抜く作業が進んでいくんですけども、歯の神経というのはですね、通り道がありましてね、でまあよく神経が通ってるって言うでしょ、体の中のとこでもそうなんですけども、ほんでその道をある程度行くとね、まあ道がね曲がってるからね、針が入りにくくなってくるみたいなんですよ。でしかしそのね先まで進んで針を通さないと残ってる神経をねこそぎ取ることができないので、こう針を曲げたりしてでもねこう通すんですけども、連続でね突き進むようにやってしまうとですね、針が途中で折れてしまうようなんでね、もう奥歯っていうのはね非常に厄介らしいんですよ。まあ、ただでさえねその手がね入りにくい部分やのにね、それでもね頑張ってこう頑張って やりすぎるとね針が折れてしまってね、その先にはね大事故が起こってしまうんですよね。なので今回はね前回よりは奥になるんですけども、その奥側にあるところ、まあその手前の部分からその神経を抜いてからですね、まあ、これ以上進んでいけないこう曲がってる道をね、とりあえず広くまっすぐにするためにですね、ある程度ドリルで、ね、ここを削りました。で次回はこの続きでもう少し削って広くして針が通りやすいようにします。まあ、ちなみに先ほども言いましたけどもね、この奥歯にね1時間かかりましたので、もう察しの通りでございますけどもね、他の歯は放置されました。そんな歯医者はね、次回ですね、1週間後にまたあるのでね、その時もね、この奥歯のね、続きをやってもらいます。そんな感じでね、右上奥歯の虫歯は、虫歯を削って残った歯を使って再構築していくようになったという結果でした。昨日のね、歯医者の報告でございました。今日も最後に見ていただきまして、ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。